はい始まりました企業明細チャンネルです毎日投稿しているのでよかったらチャンネル登録もお願いします今回は運送業パート、えー、2年目39歳の方の企業明細書をいただきました仕事内容はトラックのドライバーさんから荷物を下ろしてもらい自転車や個人宅商業施設に荷物を届ける仕事です時間指定や荷物 時間指定の荷物や貴重品代引きの商品は特に気をつけて配達しているそうです仕事に必要な資格やスキルは自転車に乗れることで勤務時間が曜日は自由で時間は午前9時から12時までの3時間くらいの勤務収入は時給1140円かける時間数私のあこの方の場合は週,で週2位から3日の勤務で約3万円 だそうです。で給与明細です。えっ、ー、と四月分の給料が一万六千六百十二円で。五月分の給料が二万千百四十八円となっています。佐川急便のパートさんで三時間の勤務。らしいんですけど、まあ時給は千百四十円で。かなりいい。時給だなって思いました。 あとまあトラックに乗れなくても自転車で配達できるということのなのでまあ時間がある方は空いた時間とかにもできるようなのでやってみたらいいのではないのかなって思いました。今回はこれで終わりまますすチャンネル登録よろししくお願いします